皆さんこんにちは。いつもご視聴、高評価、ありがとうございます。今私は山梨県の勝沼に向かっています。天気は安定の雨です。今回なぜ勝沼に向かっているかというと、山梨県甲州市の大善寺は、現在5年に一度の御開帳の期間中で、薬師三尊像が一般公開されています。大善寺は武道寺としても知られ、カクカクシカジカカクカクシカジカ。ほう、これは興味深い。そうだ、勝沼に行こう。むむむ、大善寺で御開帳？あれからもう5年も経ったのか。年を取ると月日の経つのは早い。よし、今度の休みに勝沼へ行こう。というわけで大善寺に向かっています。前回は突然大善寺が現れたから、気がつくのが遅れて通り過ぎたんだよな。今日は気をつけないと。おーおー、やはり急に現れた。危うく通り過ぎるところだったよ。危ない危ない。それでは出発。うわぁ、これは立派な山門だ。って、5年前にも来たんですけどね。こんなに大きかったっけ？忘れていましたよ。なんでこんなところに、こんなに大きなお寺があるのかな？秘仏とか、御開帳という言葉は、心惹かれるものがありますねー。ワクワク。まあ、5年前にも見たんですけどねー。まずは仁王像を見てみましょう。よう来たな。どうもご無沙汰しております。仁王像もなかなか立派じゃないですか。その割には、大善寺って、意外と知られていない気がします。大きな声では言えませんが。やかましいわ。どうもすみません。この絵に描かれているのは、近藤勇と大善寺の山門です。幕末には、大善寺付近で、近藤勇率いる紅葉鎮部隊と、板垣大助率いる新政府軍が、戦いました。戦いは、わずか2時間で決着がつき、近藤勇は江戸に敗走しました。この戦いを、甲州勝沼の戦い、または、柏の戦い、または、勝沼柏の戦い、または、甲州戦争、または、甲州柏戦争、または、柏坂の戦い、と言います。別名多すぎー。ところでこの戦いの前に、近藤勇と大善寺の間で、このようなやりとりがあったそうです。住職、大善寺を本陣にしてもええか？いやー、ここには徳川家ゆかりの寺宝があるさかい。寺宝？117のことでっか？その寺宝やのうて、寺の宝ですねん。なるほどな。ほな、しゃあないねんな。近藤さん、くれぐれも戦争に巻き込まんといて。よしよし、わかったでー。そして実際に大善寺は、戦火に見舞われることは、ありませんでした。近藤さん、ええ人やったなー。大善寺は武道寺とも呼ばれています。境内には武道畑があり、住職自ら葡萄の栽培や、ワインの醸造をしています。では、葡萄寺の始まりを見に行きましょう。大善寺は、東大寺の大仏を作ったことで知られるそう。行基が、氷川渓谷で修行をしていると、夢の中に、葡萄を手にした薬師如来が現れたため、その姿を像に刻み、安置したことが始まりとされています。さらに行基によって葡萄も伝えられたため、この地で葡萄が栽培されるようになったそうです。大善寺がなかったら、シャインマスカットも甲州ワインも、なかったかもしれませんね。そうですね。では、先に進んでいきましょう。山門から、本堂に向かうこの階段は、147段あります。周りには御神木や、先ほど見た葡萄畑、アジサイなどが見られます。初夏に来るのも良さそうですね。これからくぐるのは、楽屋堂、あるいは、学堂らしいです。パンフレットと看板で、表記が違うというパターンです。中に入ることができました。窓から外を見てみましょう。下に見えるのが、今登ってきた階段ですね。そしてあれが、車で走ってきた道ですわ。車道から、一歩入ると、こんなに緑が豊かで、いい場所ですね。本堂に上がる前に、ごまぎに願い事と名前を書きます。ごまぎは受付で、拝観料を払った時に、いただけましたよ。無病息災、やっぱり健康第一ですよねー。
参拝終わりました。こちらのお守りをいただきましたよ。これは、5年間財布の中に入れておきます。前回いただいたものも、5年間入れていましたが、意外となくさないものですね。本堂の中の様子はこんな感じ。5年に一度のご開帳で、普段は厨子の中に収められている、薬師如来、日光菩薩、月光菩薩を、拝むことができました。この説明ではあんまりなので、せーの、ドン。まず秘仏の薬師如来、そして、日光菩薩、月光菩薩。さらに厨子の両脇に、日光菩薩、月光菩薩、十二神将があります。これらは仏師、連携作の鎌倉木のものです。こちらは普段から見ることができます。例えるならば、薬師如来組の組長が薬師如来、日光菩薩と月光菩薩は、若頭、十二神将は、若い衆という感じです。薬師如来組の一般的な構成員ですね。本堂は国宝で、関東で最古の、木造建造物とも言われています。柱には、弘安9年の国名があるということです。弘安の駅の弘安ですね。ということなので、現行の数年後に建てられたものです。大きさは24メートル四方、屋根は、ひわだぶきです。派手さがない分、重厚な雰囲気が感じられます。天正10年3月3日、織田徳川連合軍に追われた、武田勝頼は、大善寺で一晩過ごし、戦勝祈願をしました。しかし、3月11日、武田氏は滅亡してしまいました。この出来事を記した、李傾二のお墓と、これらの出来事を記した、李傾二の木が、大善寺にはあります。お寺の受付から室内に入ると、庭園がありました。ここでは、解説の音声が流れています。こちらは、推定樹齢、約400年の、霊葉梅。これにも、解説がありましたが、忘れてしまいました。建物の中は、事務所のようになっていて、お守りやポストカード、あと、自家製ワインなどを購入できます。このお寺は、逃げ恥のロケ地になったということで、こんなポスターもありましたよ。まあ、私は見ていないから、よくわからないんですけどね。というわけで、大善寺を見てきましたが、歴史、建築、仏像など、見どころが多かったです。でも、大善寺だけを目的に、勝沼まで来るのも、大変でしょうから、近くの観光スポットを、さらっとご紹介します。まずは武道園。見ての通り勝沼には、武道園がたくさんあるので、どこへ行けばいいか迷いますよね。とりあえず、知り合いが行ったことがあるというところに、やってきました。武道の宝石箱やご開帳の時期は、武道も終盤で、もうすぐ終わるということでした。たくさんの種類の武道があって、試食して購入することができます。シャインマスカットは、見た目によって、甘いものや、さっぱりしたものが、見分けられるそうで、選び方を教えてもらいましたよ。試食しすぎると、わけがわからなくなりますなぁ。それでも、第一印象で、美味しく感じたものを購入しました。次に山梨といえばフルーツということで、食事ができて、スイーツが食べられるところに、やってきました。あら、猫がいる。かわいい映像が撮れるかなぁ。って、動いちゃったよ。ここが入り口のようです。雰囲気のあるレトロなドア、古い建物をおしゃれにした感じ、もともと何の建物だったんだろう。そしてハーブ庭園旅日記。こちらはなんと、無料で入ることができるんですよ。売店では、ハーブや、ハーブ製品などを、販売しています。温室では、ハーブに触れることができます。ハーブの葉に優しく触れると、手に香りが移るので、ハーブの匂いを感じることができますよ。屋外には、季節の花が多いです。晴れていれば、もっと綺麗なんだろうなぁ。私は途中で、池の鯉に餌をあげました。軽く低くらいの食いつき。
最後に有名な、ほったらかし温泉。ここはアニメやドラマの、ゆるキャンにも出ましたね。露天風呂に入って、甲府盆地を見下ろすことができる温泉です。あっちの湯と、こっちの湯という、二つのお風呂から選べます。今回は、こっちの湯に入ります。あっちの湯の方が広いのですが、こっちの湯も十分広いです。いい風呂。というわけで、大善寺参拝と、勝沼観光をしました。車で10分程度の移動で、あちこち回れて、ぶどうを食べたり、温泉に入ることもできて、日帰り観光にいいところでした。皆さんも、勝沼に行ってみてはいかがでしょうか？できれば晴れている日に。